アーサー・バーナードはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1952年に開催されたヘルシンキオリンピックの男子110メートルハードル層で銅メダルを獲得した。シアトルで生まれ南カリフォルニア大学に進学した。彼は110メートルハードル層の選手として活躍したが、同時期にハリソン・ディラード、ジャック・デイビスという強力なハードラーがいたため、 主要な競技会での優勝には無縁だった。南カリフォルニア大学在学中の1951年に NCWA 主催競技会で3位になったのが目立つ程度だった。翌年 AAU の競技会で5位に終わった後、彼はヘルシンキオリンピックのアメリカ合衆国代表選考会で3位に入って代表の座を勝ち取った。ヘルシンキオリンピックでの110メートルハードル走は 30人の選手が出場して7月23日、7月24日という日程で実施された。選手たちは6つの組に分けられて予選を競い、各組上位2名が準決勝に進むことになっていた。バーナードは6組に出場し、14秒4の記録で準決勝に勝ち残った。準決勝では1組に出場し、ディラードに次いで14秒2で決勝に進んだ。 決勝は、準決勝で各組3位までに入った6選手が、メダルを目指して競い合った。バーナードは、スタートに失敗してしまったが、その後挽回して14秒1で、ディラード、デイビスに続いて3位となり、アメリカ勢がメダルを独占する結果となった。2018年5月1日没。USC オリンピアンズ、1904から2010、2011年10月14日、閲覧。 ただし、予選の組は、3人から6人までのまちまちの数で、分けられていた。アスレチックスアットザ1952ヘルシンキサマー、ゲームズ、メンズ1 1 0ズハードルズラウンド12011年10月14日、閲覧。アスレチックスアットザ1952ヘルシンキサマー、ゲームズ、メンズ1 1 0ズハードルズセミファイナルズ2011年10月14日、閲覧。 アスレチックス・アット・ザ・1952ヘルシンキ・サマー・ゲームズメンズ1 1 0ズハードルズフィナール2011年10月14日閲覧アスレチックス・アット・ザ・1952ヘルシンキ・サマー・ゲームズメンズ1 1 0ズハードルズ2011年10月14日閲覧フォーマー・ USC オリンピックハードルズメダリストバーナード・パセズ・アウェイ2018年5月16日閲覧 ありがとうございます。